千田氏は、吉文流暴走兵士の内下佐国千田僧を拠点とした一族で、千葉氏の着流である。自称4年石橋さんの戦いに敗れた、源頼朝が暴走に逃れた際、千葉常種の着孫生種が、千余家を率いて、千葉僧に侵入した千田僧の両家藤原新世を、わずか7期で迎え討ち捕虜にしたことが、自称、樹栄の乱を制する原動力となった。 自称、樹栄の乱の後千田荘は、八幡荘と共に、千葉市の拠点所領となり、聖種の娘である千谷から、老いの大ねその娘から僧だへと継承された。そしてだねが、文永の役の不詳がもとで、検事元年に、非全国を義軍で没した父より種に代わって、九州に赴いた間に、千葉市の家督を弟の種州に横領されてしまった。 その五州種も九州で没したが、田種の子種貞は、折しも勃発した南北朝の戦いに際して、北朝方につき、県務2年には、千葉市の家督をかけて種州の子、貞種の本拠千葉荘を攻めた。これに対し貞種方は、種貞の本拠である仙田荘を蹂躙しこの騒乱は、下佐国中に波及したという。南朝方の新田義裟の軍に属した裟種は、 県武三年十月に越前国木の目峠で足利高氏軍の柴田勝家に降伏した。だが種貞は下唄への木と同県武三年十一月十九日に三河国で病没し降伏した貞種は北朝方に寝返って種州の子孫が千葉総家を称した。そのため非前国沖軍にあった宗田種の次男種体は九州千葉市として カ路を見出したが、宗家の地位を失った千田氏は、その後衰退していった。約往年間には、千田氏下地下が、欧州の火災医師のもとへ下校し、物産郡大田城に住んでいる。この後、室町から戦国期にかけて北上川流域に勢力を拡大した。天正18年、豊臣秀吉による欧州市沖により、欧州千田氏は、市君と共に改役され、 伊達領と南部領に移った。江戸時代に入ると、仙台藩領の仙田氏は、伊達ま宗から、伊沢軍王肝入りに任ぜられ、その地方における、藩主藩能の名家となっている。千葉康氏だね。娘。そう、ね、種種衆。種さだ種康さだ種。種平種継ぐ。種氏。ありがとうございます。